この番組は居酒屋一樹の提供でお送りします。中本直樹のなんてったって歌謡曲。ブルーのワーゲン、コンバーチブルさ、長い髪をなびかせて、アクセルを踏んで元町ストリート駆け抜けてく、風のようにパークサイドのドライブウェイ、川の下に星屑降り注ぎ、二人の青い影一つになるさ、きっと出会ったやがてのチャペル、バイブル片手にカフェに誘ったよ。はい、虹でございます。中本直樹のなんてったって歌謡曲が始まりました。新年明けましておめでとうございますから、1週間ぐらい経った、というところでございます。1週間ぐらいってのおかしいね、7日ですけど1週間経って、まあ、昨年中いろんな方にゲストに来ていただいて、無事に、3年ね、開局以来、続いてきている番組もまた新しい年を迎えて、今年も皆さんに聞いていただこうという、趣旨のもとお勧めしていこうかなと思っております。今日のゲストは、まあそうですね、ボサノバという、ジャンルの音楽、それからジャズ、まあ、いろんな、要素を、まあ、持ってはいるんだけど、僕の中ではボサノバ界の重鎮というか巨匠というか、匠というか、素晴らしい、大先輩の、のぶさん、柳沢信行さんをお迎えしてお届けしようと思います。ようこそいらっしゃいました。どうもお久しぶりでございます。お久しぶりでございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。のぶさんは僕どうやって最初に知り合ったのか、知り合ったとか見つけたのかなと思うんだけど、そのあれがね全然思い出せないんですが、鹿島セントラルホテルっていう、ホテル、まあ、ランドマークになってますけどね、鹿島というね、あそこのホテルのディナーショーを僕はやっていて、たまたま、上にレストランがあって、レストランは何かやらないんですかってその頃の担当の方に聞いたら、いや特になんか用っていうかそういうのは毎年やってないんだけどって言ったら、いやそれはつまんないから入れましょうよって言って、2日間だったと思いますけど、3日間でしたか、2日間か、ね、2日3日だったと思うんだよね。だいぶ前なんでね。そうそう、だいぶ前なんです。で、のぶさんにお願いをする、僕は前に多分のぶさんは、見つけてたんだと思うんです。誰も紹介じゃなかったと思うんで、それでのぶさんとお会いして、まあ、こういう仕事なんだけどどうですかって言ったら、ちょうどね、まあ、クリスマスだから皆さん、ね、スケジュール、おいしいスケジュールを、だいたい欲しがるのはもうしょうがないと思って、相談したら、いいやりますよって言ってくださってそうですね。で2日間だったか3日間だったか、僕も一緒にホテル泊まって、で3日間、過ごしてお願いしてきた。あれは本当にね、大した音響もないところでね、確かソロでしたよね、僕ソロです、やっていただいて、まあ本当に、とても好評だったんで翌年やるかなと思ったら
予算の関係でって言われて、そんなに高くはなかったんですけど、そんなに高くないんですけどね。俺が高く売ってたんかいっていう話ですけど、いやそんなことはないです。まあでもね、コロナの時期ぐらいからずっともうディナーショーはねやってないし、ホテル主催のイベントもやってないとこなんで。そうですね、はい、僕なんかも結構九州は毎年行ったりしてたんですけど、はいはい、仙台とかね、うん、みんななくなりましたね。ね、いやーなんというかコロナのあったり、そのね、その前中ちょうど前とが一回りするぐらい前には、東北のね大震災があったりとか。そうですね、いろんなことが起きる地球でございますが、ノブさんはお元気でお過ごしのようで、なんとか無事に、ね、生存確認でよかったです、お会いできてよかったです。一度コロナにかかってね、入院もしましたけど、ね、あ、そうですか。最初の方だったんですぐ入院できたんですよ。よかったですね、別に何の症状も出なかったですけどね。僕はもうほぼほぼ皆さんないって言ってた頃に、なんか喉の調子悪いなと思って声も出にくいなとかで、一応念のために行ったらまんまと。ああそう、だけどもう薬だけで、もう隔離もされず。ああそうですか、はい、よかったね。1週間ぐらいで完治しました。そ、ね、まあ、そんなコロナ情報こんな情報というか、なんかパンデミックだなんだかいろんなのがまたね、アメリカ経由で入ってきたり、それから中国からいろんなものが入ってきたりするんで、気をつけてくださいね。そうですね、御年も御年なんてことなんですか。そうなんですよ。ノブさんの、まあ、子供の頃の話を僕はあまり知らないので、ちょっと掘り下げてみようと思うんですが、ノブさんはどこ出身なんですか。僕は群馬県なんですよ。あ、群馬、もともと、まあ、もともとというか大泉町、今でいう大泉町ですね、太田市の隣なんですよ。そこ、あの米軍キャンプがあったところでね。へ、でその後富士重工が、あ、そうそう、群馬富士重工だね。そうだいねって言うんだよね。だべべ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 べ言葉を言うから、文化が遅れるんだって俺言ったら怒られたことありますけどね。僕もあの群馬県の伊香保温泉のホテルはずっともう10、20年ぐらいディナーショーで、まあ、今はだから太田の方にね、うん、姉が引っ越して、まあ、親が引っ越して、もう親はいないんですけど。太田ってあの韓国のテジョンと同じ字でしたっけ。点がつくんです。点がつくんです。あ、点がつくから、あの、そうなん、全く関係ないですね。あの、失礼しました。それでね、あの、今も大泉町にはブラジリアンがたくさんいるんですよ。今でもね、出稼ぎに来られてる方、あの、大泉町とサンパウロとなんか姉妹都市みたいな、昔ね、町長さんが ね、 あ、なるほどね。相当来たんですけど、その後景気悪くなっちゃって、うん、今だいぶ少なくなりましたけど、うん、富士重工ですもんね。本当群馬スバル多いですもん ね、 そうですね。あ、でいつぐらいまでいたんですか、その地元に。僕は高校卒業して20歳ぐらいまでいましたね。20歳ぐらい、どんな少年だったんですか。僕ですか、はい、歌が大好きでね、うん、で子供の頃、小学校上がる前、あの親が貧しいくせにピアノ習わせてくれたんですよ6歳の時かな、うん、それで小学校2年までね、うん、やってた。あんまりピアノは楽しくなかったですね。あの、まあ、耳がいいんで割とこう弾けちゃうんだけど、譜面が読めなくてね。あ、はい、で後でじゃあ復習しましょう、はい、柳沢君前弾いてると、もう弾けないんですよ。でその時は弾けちゃうんだよって、うん、なるほど。でもピアノより歌が好きでしたね。それで、うん、いとこが2人とも歌手目指してたのがいて、ね、おうおう、まあ、本当に一人は歌手になりましたけど、ね、あ、そうなんですか、なんていうか、まあ、田舎にいるんですけどね、阿部芳恵って言うんですけども、あの彼女は、まあ、プロじゃないですよ、アマチュアですけども、ずっとシャンソン歌って、でいとこはあの足利工業高校、はいはい、あそこ出たんですけど、その後あの音大入りたいって言ってね、勉強したんですけどね、結局挫折しちゃいましたけどね、まあ、でもそういういとこのおかげで、行くとあの昔の LP をかけてもらって、さっき言った単語の話とかね、はいはいはい、ラテンとかね、はい、だからあんまり歌謡曲はもちろん聞いてましたけど、あんま
まり興味はなかったんですね。なるほどね。洋楽の方がやっぱりこう、ね、いいなと思う。小学校5年の時、ね、Just walking in the rain とかそんなの混ぜたそんなの歌ってたんですね。それで中学入ってから本当にラテンが好きで、うん、トリオロスパンチョにはいはいはい、はい、すっかり取られて、うん、ドハマりして、そうそうそう、で愛情医さんがその頃、ね、はい、だんだん人気が出てきて、愛情医さんみたいになりたいなみたいな、でラテン歌手を目指してましたね。あ、なるほどね。で中学1年の時ですね、僕歌手になりたいじゃなくてなるって決めたんですよ。で、ね、すごい大谷翔平さんみたいですね。それで中3であの進路決めなきゃなんないし、はいはい、で俺東京行きたいって親に言ったら、うん、高校ぐらいは甘い行きなさいって、うんうん、それでしょうがない高校3年、うんうん、やっと卒業できましたけどね、うん、それで18じゃないですかその頃は。であとはじゃあ一応会社に勤めたんですけど、ええ、すぐ辞めて、うん、で親父が床屋さんだったんで、あ、なるほど、で東京に出る口実として口実いや俺があの床屋より美容師さんの方がいいからって美容学校に入ったんで、うんうん、で美容師の資格取ったんですよ。へえ、資格を取ってその間に歌を習ってね、その先生がすごい酔いしれてっていう曲を作った先生で、ね、はいはいはい、苦しみ、そうそう、あの先生が、あのお前ギター弾けるようなって、あ、弾けますって言ったら、あのその頃は銀パリの姉妹店で、はいはい、ポコタってお店がポコタっていう、そこ歌声バーみたいな、で伴奏してて、それがちょうどあの美容師やってて掛け持ちですよ。終わってからそこ行って、それが始まりですね。それが24、3歳かな。からその後は今度は銀座で弾き語りです。稼ぎましたよ。稼ぎだよねもちろんもうその時代 の, あの、まあ、僕も同じ頃やってましたからね、それはもうね書けないぐらいすごいですよ ね, そうね。サラリーマンがね3万もらってない頃、こっちは17、8万もらってました。掛け持ちやってましたから。僕がやってたお店はあの伊勢崎町の親不孝通りっていうのを伊勢崎町から一本外れた通りでホストクラブだったんですよ。それで僕はもう高校1年の時にバンドでデビューして3年間やって2年フォークやってっていうことで、もうちょっと自分でもやるのはあれかなと思ってた時にちょうど知り合いが、もう弾き語りでもやればいいじゃんって、やったことないけどって言ってやり始めしたらリクエストは来るんですね、そうそう、僕はそんなことは一切考えてないから、知らない、ない、あ、それできないとかって言ってた、お前それじゃダメだって言われて、でそれを覚えてこいって、覚えてきたって言って、覚えてきましたって歌ったらプーチーが正満ですよ。そうそう、一曲サラミが3万円の時にチップが1万円なんですよ。なんじゃこれってびっくりしましたよもうやめらんないなと思う、だから給料とチップ同じぐらいもらったんじゃないですかね、素晴らしいです。今は残念ながら ね, 今ね、もう厳しいですけどね、今はないですからね、そういう仕事自体がね、もうカラオケですから時代はそうなんです。まあ、そんなこんなでまあ音楽の世界に入られて、でまあずっとそのまあ弾き語り、そうですね、銀座大森ですか。銀座を 7,8 年やって、それから六本木へ出てきて、それからね弾き語りというかデュオを始めたり、あとトリオになったりとか、だんだんバンドが増えてきて、なるほど、でそれまではポップスが多かったんですけど、ラテンとかね、だんだんジャズの人が入ってきて、それからジャズやるようになってね、でボサノバもたまたま先生と知り合って、その先生がすごい先生でね、その先生のおかげで今お皿を引いてます。なるほど、わかりました。そういうノブさんがこれ1枚目のアルバムになるんですか、これメモリーズを。今まででね10枚してるんですよ。そうですか、でこれ3、4枚持ってもらったような気がする。3、4枚ですね、3枚目ぐらいかな、これメモリーズオブユー、メモリーズオブユー、僕これ持ってますもんね、へへ持ってますよ。それはねあのなかなかお金かかってんですよ。お金かかってる、僕が出したわけじゃない、プロデューサーがね、出してくださって、これはめっちゃいいです、このアルバム、全曲いいです、あの有名な曲入ってるしね、アレンジがまたねすごくいいんでね、じゃあちょっとそのノブさんの、まあ、ご紹介代わりというっちゃなんですが、この中でまあ
オープニングにふさわしいかなっていうのをちょっと二人で選びました、はい、チャタヌガチューチュー、はい、はい、お聴きください。これグレン・ミラーの曲ですね。ですね、有名な、はい、はい。Father me boy, is that the Chattanooga choo-choo? Truck 29, boy you can give me a shine. Ooh, give me a shine. I can't afford yeah, yeah. to roll the Chattanooga choo-choo. Chattanooga. I've got my fare and just a trifle to spare. Pennsylvania Station, about a quarter to four. Read the magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer. Then you have your ham and eggs in Carolina. When you hear the voice to pouring into the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shoving all the corn, gotta keep it rolling. Ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a satin party at the station. Satin and lace, I used to call funny face. She's gonna cry until I tell her that I'm never wrong. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Pardon me boy, is that a Chattanooga choo-choo? Pennsylvania Station, about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore. Dinner in the diner, nothing could be finer. Then you have your ham and eggs in Carolina. When you hear the voices going into the bar, then you know that Tennessee is not very far. Shoving all the corn, gotta keep it rolling. Ooh, Chattanooga, there you are. There's gonna be a satin party at the station. Satin and lace, I used to call funny face. She's gonna cry, cry, until I tell her that I'm never wrong. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? So Chattanooga choo-choo, choo-choo, won't you choo-choo me home? Chattanooga, 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 ありがとうございます。懐かしいですね。かっこいいやな。いやいや、あのブラジル録音でございますから ね、 ね。そうなんですってね、今はもう当たり前のようだけども、この出した頃はノブさんがこっちで歌った音源を向こうに送って、向こうのミュージシャンがそれを聞いてアレンジしてくれる、アレンジして演奏してくれて、オケを作ってくれたものをまた日本に送ってもらって、それを元にレコーディングをして、でその歌入りの音源をまた向こうに送ってマスタリングまでするみたいな、そんな感じで行ったり来たりですね。今はねネットで、ね、一瞬でポンと送れますけど ね、 その頃は船便とかなんか大変だったんでしょうね、いやいや素晴らしい。だって英語の発音が発音が素晴らしいもん。いやいやいや、あの今はもっといいんですけど、ね、今すごい自画自賛、うん、では本当にあのネイティブだからね英語はね、そうなんですね、いいと思います。チャットナガチューチュー、今日は、ボサノバ界、ジャズ界の重鎮の柳沢信之さんをお迎えしてお届けしておりますよ。なんかでも、まあ、チューチューってのは可愛いでしょ。チューチュートレインのチューチュー、汽車ポッポって汽車ポッポ、ね、ね、うん、
チューチューって言うとね日本人はまた違うチューチューを想像する人はいないでもない、ああじゃあ、東京へ出てこられて、美容師やりながら歌の世界を夜の世界をブイブイ言わせながら徐々にこうノブさんの名前がそうです、ね、夜の世界で広まっていったっていう感じでしょうね、じゃあね、一番なんか思い出に残ってる、お店とかっていうのは今あるのかどうか、今でもね、あるんですけど、六本木にあるお店オールミクラブって、あ今でもオールミクラブってありますね、もう何十年もやってますね。あそこやったことないですか、泉っていうところ。泉今もやってますよ。あやってるんだ、僕泉はね小沢音楽事務所時代にしょっちゅう行ってた。社長が変わりましたけどね。あ亡くなった。今中国の方がやってますけどね。あそう、あじゃあもうまるっきりあの昔の泉の奥さんと旦那さんも手を引いて、もう手を引いて売っちゃったっていう感じ。そうですね、貸しちゃってるって感じですね。地下のね、もう本当にピアノトリオが入ってちょうどいいぐらいのね、いい感じの人。いっぱい六本木はそういうお店ありましたよ、ありましたよね、特にね泉はね僕誰かに連れて行かれて、この店いいなと思って、もう2月来月になりますかね、出るんですよ、あそうですか。それもねあの日本でも相当いい山本剛っていう、はい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 、彼とあとベーシストと3人で、おおすごい豪華じゃないですかあんな狭い店でいいんですか、いやいや、あの雰囲気がジャズの雰囲気で、あ、なるほどね、まあ、でもあの店音響はどうだったのかよく覚えてないんだけども、その頃やってたなんかレギュラーで入ってたピアノの人がピアノ弾いてくれて歌っていいですよとかっていうね、オープンマイクの ありましたね、日があったりとかして、で僕行くと必ずちょっと歌ってよって言うから、じゃあ一曲とかっつって。まあ、そんな懐かしい泉と、あの頃本当にそういうお店が結構ありましたよね。ありましたよね、あの大人が楽しめるお店がいっぱいありました。そうそうそう、あの小沢音楽事務所の真ん前にホテルアイビスっていうのがあって、今はないんですけど、その地下にモグラのサルーテっていうバーがあったんですよそこだからもう本当にあの六本木です、どこでも高いのにサルーテはホテルのバーっていう感じの料金設定で、一杯いくらっていうので別にお通しが出てくるわけでもなく、まあ軽いなんかチップみたいなものが出てくるぐらいで、で何時間いても別に嫌な顔されずに、すごいいいお店だったんですけど、そういう店はなくなりましたね。まあそんなことはもうどうでもいいです。ノブノブさんの反省を聞きながら反省しながら聞いてもらったそれでこの世界で、まあ、食っていけるなと思うようになったのはじゃあ30代、いやもう24、5からもうあこれでいけるなと思ってね。で最初だからさっき言ったように美容師と早めに終わらせてもらって、はい、夜だけそれで半年ぐらいやらせてもらったんです、はい、で最後は経営者に何とか食べてきますので辞めさせてくださいって頼んで、それが23ぐらいだった、34だったと思いますね。これからはだから本当に全然あのアルバイトしないでなんとか食えてますね。いやもうね今の子たちはかわいそうですよね。そうやって考えるとね、音楽だけで食っていけるっていう時代じゃなくなってるからね、もちろんそのプロでデビューしてツアーやるだとかなんとかっていうクラスになれば別なんで、そういうのはとてつもなく大きな、ね、世界になっちゃって、普通にこうなんか気軽にこうねあの人の歌の伴奏したりとかっていうなんか弾き語りのお店はほぼほぼないですもんね。昔あの五木ひろしさんも弾き語りやってたんですよ。やってました、はい、で彼がデビューするんで辞めたらね、そこに僕もオーディションに行かされて、あそこでしょあの、神宮前だかなんかじゃなかった、銀座でしたけどね。あ銀座でした、あの睦美重明さんっていう作曲家がいて、その人がね明治神宮だったかな、青山だったかで、あの辺でそのやっぱり弾き語りのお店をやってたんですよ。で僕その横浜でやってる時にたまたまその先生が来て、いいねうちでやってよって言われて行った時に、五木さんになる前ぐらいの時にそこで
弾き語りやってたらしいんですよね。で僕が行った時もなんか多分あれは五木さんなんだろうなって思う人が、で僕はそこで多分1ヶ月ぐらいなんかお試しで行ったぐらいで、なんせほらリクエストを受けられない、その弾き語りだからいらないって言われていや僕も最初ね入ったお店も結構リクエスト来たんですけど、ごめんなさい僕あの歌謡曲やってないんでって、でいわゆるポップスとラテンとね、まあ、少しジャズっぽい、でもお店がいいですよって言ってくれたからね、でちょっと怖い人が来るとなんか楽譜なんとか引っ張り出してやりましたけど、千一とか見ながら、そうそうそう赤い、千一赤でしたか、青ですよ千一は、赤いのは、ね、また違う本があるそうなんです、もう弾き語りのね生き字引みたいな本がそうなんですね。じゃあでも今美容師の免許はずっと生きてるわけでしょ。もちろん持ってない、もう やってないですけどね、もちろん、でもなんか やってくださいよったらやる。いやずっとあの子供たちをずっとカットしてました、で母親と、あ、ね、今自分も一人で、あ自分も一人でやってる後ろどうするんですか。いや後ろもこうやっていわゆる歯間狩りですよ、ここに指から出た毛を、はい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 、あすごいな、天は二物を与えてますいやその分あの美容学校の代金は稼ぎましたから、その分。あまあ本当のぶさんはね、あのやっぱかっこいいよね。いやいや、もうかっこいい。ありがとうございます。ダンディ？あ、それはやっぱりステージ立った時ね、やっぱりね。これがモテるんですよね。僕の弟子でね、歌は結構うまいんですけど。うん、もうやっぱり70歳アマチュアですけど、こういう格好して背中曲がっちゃって、だからステージ行くときはこうやってね、皆さん出てるから、見てるからこういう格好して、もうそこからもう始まりだから、歌うときだけじゃない、出てくるシャッとこうね、いろいろ教えてますけどね、指導してね、でこうじゃニコニコとかね、顔表情を見てるしね、そういうお弟子さんが。まあ、何人かずっといらっしゃったんですが、僕はそのナブさんと会った頃に多分女性のお弟子さんに曲を書いて、なんかどんなことかっていうね、レコーディングしましたね、しましたよね、まあ、そのね僕の弟子も3枚ぐらい作りましたかね、でプロデュース4枚かな、今ねあのそういう歌をお店も少なくなってきてるし、世の中だいたいカラオケっていうものが、ね、主流になってきてる時代なんで、まあ、もしノブさんが、来年、まあ、今年か来年とかにまた CD 出そうかなと思ってる時に、一曲はじゃああれですよ、ダム言っときましょうよっていう話になったら言ってもらえれば、はい、あのそういう橋渡しはします。あ、よろしくお願いします、はい、あの搾取されない方法で、はい、お教えしますので、はい、ということでじゃあちょっとこのもう一曲ね、この、はい、メモリーズオブユーの中からムーンラブという曲を、チョイスしていただきました、はい、これはどんな曲はですね、はい、ちょっとあの、もともとはチャイコフスキーの交響曲なんですって、僕も後で調べたんですけどね、はい、航空曲の第5番、うん、第二楽章っていう、うん、その中からその第二楽章の部分を取ったんですね、うん、で、まあ、僕が初めて聞いたのはフランク・シナトラなんですけど、うんうん、でまあ、チェット・ベーカーという人も歌ってるし、うん、ナット・キン・コールも歌ってるんですけど、うん、とてもあのこれはアレンジもいいし、あのストリングスが僕の友達がストリングスアレンジして、うんうんうん、まあ、彼もクラシックでの素晴らしいアレンジャーなので、ちょっと聞いていただきたいなと思って。わかりました、はい、それではノブさんでムーンラブ、はい、thank you.
nothing but moon love. Will you be gone when the dawn comes stealing through? Are they just moon dreams? Round why the moon beams? But when the moon fades away, will my dreams come true? Much as I love you, don't let me love if I must pay for your kiss with lonely tears. Say it's not moon love, tell me it's true love. Say you'll be mine when the moon そしてボサノバ界の重鎮柳沢信之さん、ノブさんをお迎えしてお届けしております。どうもありがとうございます。いやもう本当素晴らしすぎる。ありがとうございます。あの豪華ですよねこのアルバムね。そうですね、あ今ちょっとそっち行っちゃいましたけど、後でまたそれご紹介します。今日は、ノブさんをお迎えしておりますよ皆さんね。それで僕は曲を作って、ええ、それでこの曲ちょっとボサっぽくしたいなと思って、誰かいい人いないかなって考えてて、こう、まあ、今こんなことしないんですけどパソコンでずっとこう名前を見てたら、あっノブさんがいたじゃないと思って、それで、ね、お電話をして、久しぶりですとかって覚えてるかなと思ってね、まあフェイスブックはつながってるからっていうのもありますけども、久しぶりにお話をして、こんな感じの曲作ったんでボサでできないかなと思って、聞かせてっていうから、もうじゃあすぐ送りますって送って、だから
すぐ送ってきてくれた音源ね。え、こんな早くみたいな。いや、キーを変えてって言ったでしょ。そうそう、キーを変えて、ピッチを下にしてね。そうそう、あれね、メジャーセブンの、コードで作ったんで C からの方が弾きやすいっていうだけの話で、そっから一音下げてもらう、あれどうでした、聞いていただいた最初の。いいですよ。いいですか。それで、まあ、僕がほら、中本さんのコードにちょっとジャズっぽく、はいはい、っていうかボサロバっぽくして、うん、だいぶね、アレンジをねっていうかしてもらう雰囲気がね、はい、いいですよ。いいですか。ぜひ後で皆さんに聞いてもらいましょうよ。え聞きますか。これまだね、世の中に出してないので、まあ、本邦初公開ということになりますので、今日聞いてくださってる方ラッキーですね。今日ラッキーです、ね、うん、このラッキーを今年ね、じゃあ CD にするか配信だけにするか、ちょっと迷ってはいますが、もし CD にするならもう一回ちゃんとねスタジオ で、 で、ね、これも実はノブさんから送っていただいた音源をスタジオに持ち込んで、音を変えて、でドンカマ使ってないので、だいぶ揺れてるところがあった、それはね生っぽくていいよね、逆にとかって言ってたんだけど、ところどころちょっとやっぱりつままなきゃいけなかったり、伸ばさなきゃいけなかったりするのをスタジオで全部作業して、それで、ある程度音をちょっと丸まった感じにして、で僕がこう歌い入れをして、いや、いい感じですよ。いい感じになってましたよね。すごいボサロバっぽくなって、ね、ただね、正月明け早々なんなんですが、タイトルがサンタが遅れてやってきたと。ちょっと遅れすぎたり、ちょっと遅れすぎたのか、早すぎたのか。あ、そっかそっか。だからクリスマスソングって大体12月24日5日ぐらいで歌えなくなるじゃないですか。歌わなくなる。そうですね、逆に ね。だから25日でも6日でも7日でも8日でもサンタって遅れてくるかもしれないじゃんって、ね、全然問題ないです ね。ということで、サンタが遅れてやってきたという曲を聴いていただこうと思います。どうぞ。足拭いてる海岸通り、空にきらめく Twinkling Star Stardust Jingle 聞こえたら許してあげる、サンタが来ても今から二人の White Christmas、 あなたからのプレゼント愛している、その一言でママ一流山手の丘で庭にきらめく Twinkle Christmas Tree 誰かのレクイエン聞こえたら許してあげる、サンタが遅れてきても二人でキャンドル灯すの、私からのプレゼント甘いキス and hug でお返しをするわ、サンタが遅れてきても今から二人の White Christmas
二人のラブストーリー今宵のメイラー夜明けが来るまでForever my sweet love story なんか拍手しづらい。いや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 、私がやります。あ、そうですか。あ、皆さんにとっても、初めて聞く、曲だと思いますが、まあ、サンタが遅れてやってきた、なんかちょっと自分で聞いてもいいなと思うんですけど、どうでした？これ最初聞いた時よかった。いやいや、本当にあの綺麗で流れもいいですよ、うん、いや遅れてでも何でも来てくださればね、ね、もう大歓迎。そうなんですよ。でたまにね、あのうちにサンタ来てくださいとかっていうのがねメッセージで来る時あるんですよ、ね、だから、あ、もちろん行きますよって、煙突の場所を教えておいてくださいねって言ったら、え、煙突とか、いやだってサンタさん煙突しか入らないんだからって言うと、しまったとかって、でシャレで終わるんですけど、まあサンタさんがね、子供の頃は、まあね、子供が小さい頃はサンタさんが持ってきてくんないよそんなこと言うととかって言うとすぐ寝たりとか ね、 ねしたんですけどね、あれいくつぐらいまでサンタがいると思ってるんですかね。やっぱり小学校 3,4 年まで持ってるんじゃないですか。まあサンタさんはね、ゲームでも何でも買ってくれるという。素晴らしい。で子供の頃近くに教会があるんですけど、はい、もうその時喜んでいきますね。ちゃんとあのお菓子もらえる。なるほどね、僕もね、あの神奈川幼稚園というところだったんですけど、クリスチャンの教会 の、 あの幼稚園でイースターね、あの卵に絵に書いたりとかするやつとか、まあ聖書読んで賛美歌歌ってっていうの別に嫌でもなかったけど、まあそんなに面白かったかなと思うんだけども、一応この年でもなんか幼稚園に行ってるって言うとすごいねって言われるんですけどね。いや、その頃なかなか幼稚園って行けないですよ。僕なんかも行ってないですから。幼稚園、そうですか、幼稚園ね、あったんですかとかって言われますからね、幼稚園神奈川幼稚園一銭にもなりませんか言っても、はい、今年のノブさんのじゃあ抱負を、聞こうかな。どんなことをやって1年過ごしたいですか？一応昨年の半ば過ぎですかね、10月ぐらいにあの僕の知り合いが書いた詩をね、はい、ありがとう友よっていう詩なんですよ。で、あの人が生きていくためには必ず友達が必要だしね、うん、友達と一緒に幸せになろう、うん、人生を楽しくやろうっていう、うん、そんな内容なんですけど、うん、であるあのライブでやったら結構評判が良くて、で一応来年レコーディングしようっていうことで、またその時は中本さんにいろいろご相談いたしますので、うん、分かりました。それノブさんが歌うんでしょ？もちろん。もちろん僕歌うんです、ね、あの声で歌われたらちょっと僕がもし女性だったらほろっといきそうなぐらいね。僕もね日本語の歌も好きなんですよ。もともと銀パリ出てたので、はいはいはい、シャンソンなんかも好きなんですけどね。ただ歌謡曲は特に演歌はちょっと ね、まあ、ね、僕もあんまり演歌は得意ではない、まあ、昔聞けましたけどもね、まあ、一応血の中には入ってると思いますけどね。自然に歌いますけどね自然にこう拳が入っちゃうんですよ。なんだったらね、そうあれはやっぱり血ですね。血です、はい、いわゆるフォークソングと一緒ですよね。そうそうそう、やっぱりそのアメリカの血が入ってるのがフォークソングですから、そうなんです。そのことで言うと日本人は演歌っていうのが、まあね、自然ですよね。自然だと思います。で僕昔はねそんなに聞かなかったしあんまり好きでもなかったんだけど、年取る とともにちょっと演歌でもすごいこう上手い歌手の人がいるんですよ、もうねほろっとくるぐらい上手い人、いますね、その人の歌を聞くと、あ、演歌もいいなって。まあドがつく演歌は得意ではないので、ドはいらないんですけど演歌、
まあ、演歌だったり、まあ、ポップスだったりを総称して歌謡曲っていうふうに僕は、ね、呼んでるので、今またいわゆる昭和歌謡ですか。今すごくね、昭和ポップスですかね。もうだってテレビの歌番組なんかほとんどないじゃないですか。そうなんですよ、ね、なんだけどなんかたまにこう昔のヒット曲シリーズとかって言ってテレビで特集になると全部歌えますもんね。そうそうそう、ヒット曲ね。最近の歌の方が分かんない。そう、最近はね、もうあとイントロが長いと、ね、飛ばされちゃうんですよ。あ、そうなんですか。そうです、もう本当にねダンっていうくらいの音でもう歌に入らないと飛ばされちゃ う若者はみんなシュッシュッシュッって、でも二度と聞かないんです。聞く方が飛ばしちゃって。そうそう、聞く方がね、あ、これ長いイントロ。あ、そうなんだ。だからチューリップのあの心の旅みたいな、タッ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 タン、あーだタッタッタン、ドラム入ってたかな最初に、あーだから今夜だから、サビから入る、あのパターンだと聞くんだ。聞いてくるんだ。そう、まあ、それも一応なんかあのプチ情報としてお知らせしておきます。やっぱり皆さん変わってきてるんですね、聞き方がね。まだ早いんですよね。だからアベマとかでもニュースは 1.5 倍速で見たりするんですよ。ああ、そうですか。まあ、朝時間ないからさーって流し読み、そんな、世話しない、一年を我々はちょっとゆったりした感じで過ごしていきたいですね。まあ、あの先輩が頑張っていらっしゃる以上私も負けないように、なんだって今人生100年ですからね。そうですね、130まで生きると言われておりますので。あ、そうです。そうです。何にもしてこと、何にもそういうなんかストレスもなく何もなく、悪いものも体に入れずというと130までは生きるという細胞を持っているということです。だからもうこの音楽の人ってみんな早死にじゃないですか。そう、ね、70代でね、亡くなっちゃったりとかね。昔の人は酒は飲むわ、変な薬はやるわ、ね、大丈夫ですよ。ノブさんは体壊してノブさんは大丈夫。100までは70歳の頃は80でまで歌えたらいいなっていう、そんな希望を持ってたら、なんだもうすぐじゃない。いいの自分でバラしちゃって。だからもうすぐじゃんみたいなね。だ今やめて何歳まで、死ぬまでっていうことで変えたんです。畳の、目を数えながらでも生きてやると。そうそうそう、はい、歌えるまでね。歌えなくなったら申し訳ないけど、歌えるうちは歌おうという。わかりました。じゃあ、今日は最後の曲になりますが、オリジナルアルバム星人よというアルバムの中から約束それはという曲を、最後におかけしようと思うんですが、これはどんな。これはですね、今からそうですね、ちょうど12年前ですかね、2011年 の、あの福島の東日本大震災ですね、あの原子力発電所も壊れちゃったりして、311ですね、それちょうど僕その時、その日にね、渋谷でレッスンしてたんですよ、カラオケ屋さんとして。やたらこう揺れててね、え、どうしたんだ、渋谷にいたの。渋谷にいたんです。どこにいたの。渋谷の。渋谷のカラオケ屋さんですよ。僕ね、311のあの時は渋谷の、銀座線の、渋谷駅 の改札口あるじゃないですか、あの隣右側にパンとコーヒーが飲めるお店があって、そこで打ち合わせしてたんですよ。あ、そう。で渋谷にいたんですよ、まんまと近くで。でね、その生徒が女性なんだけど、なんかこう揺れる、どうしちゃったの、したこっちもこんな揺れちゃってね、で見たら車がみんな止まったりして、あっちすごい地震だ、それでね、一緒に打ち合わせした人がネットに、まあ、あの頃は Wi-Fi なんかそんなにあれだから、ポケット Wi-Fi みたいに持ってて、あのタブレットでこう見たら車が流されてるところと、何これ、びっくりしましたね。あ、まあ、そのちょっと話は取りましたが、その後皆さんほら、あの亡くなった方家を、僕の友達も家流されて楽器なくなっちゃったとかね、いっぱいいたんですけども、行方不明になっちゃったりね、であと施設に移ったじゃないです か、なんていうか避難所ですか、そこで自殺した方が結構増えてた、この間も調べたらね、施設で亡くなった方が300人近かったんですよ。で僕は、まあ、その時はもちろんその亡くなった方のね、数なんて知らないんですけども、
でなんか切なくてね、3、4ヶ月後にかな、この鎮魂歌、この亡くなった方への鎮魂歌、そして今残されてる方に、あの元気をあげたいなって気持ちで作ったんです、なるほどね、まあ、じゃあレクイエムみたいな、そうですね、ですかね、はい、じゃあ、聞いていただきます。約束それは、ありがとうございます。ささやかな幸せはあなたがそばにいていつもの優しい笑顔に触れること喜びも悲しみもあなたと分かち合い見つめ合う瞳に愛を感じてた。今はもうあなたはいない。遠い空の輝く星、暗闇に迷う私を一筋の光で導いてくれる。あなたとの約束、それは強く生きてゆくこと。ルルルル。強く生きて
約束それは強く強く生きてゆくこと。すごい重いですね。ありがとうございます。重いっていうかもうのぶさんの思いが込められた歌で聞いててちょっと胸がグッとありがとうございます、くるようなそんな、曲で最後お別れでございました。まあのぶさんの、活動の拠点になってる、まあ、ホームページとかっていうのはあるんでしたっけ？ホームページ作ってないんですよ。あ、作ってないんですね。じゃあFacebook とかあとは、あの YouTube にね、僕の名前で何曲か上がってますので。わかりました。じゃあ今後のスケジュールとかを調べるのはどうしたんですか？あ、どうでしょうね。僕に電話くれ女性だけ違うか50歳以下そんなこと言ったら怒られますよということで今日は、ボサノバ会、そしてジャズ会、ラテン会、大御所中の御所でございます、のぶさんこと柳沢信之さんをお迎えしました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。よろしくどうぞ、はい、また遊びに来てください。また、はい、よろしくお願いします。この番組は居酒屋一木の提供でお送りしました。ラジオ川越 88.7歩いた恋愛歩道、思い出は二人の二人のものさ。戻っておくれ、戻っておくれ、僕の元にいて。愛しているわ、あなたは言ったのに、港にかかる橋の彼方に行ってしまった、さよならも言わずに。